どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、本屋ば系町ツーリング編、今回が第4回目です。前回、引き続き、剣道トークで盛り上がる TF 団。次々出てくるエピソードに、恐怖を覚えました。ようやく山へと到着し、くねくね道をひたすら登る二人。濡れた落ち葉と苔に警戒しつつ、さらに奥へと進みます。果たして無事に、山を越えることができるのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。やっぱでもさ、男女でさ、うん、こう一緒にスポーツとかしたらさ、はい、まあ、ちょっとこう、あ、女子だなみたいな、うん、あの剣道の女子にそういうの求めちゃダメや、うん、あ、そういうのをやったらもう、まあいつらマジ絶対殺す前になってるけど本当なんか、本当もう殺されるぐらい来るキャーみたいなやつ来るけ俺あいつらのこと女と思っても一回もねあの特にあの知り合いのやつらはもう、ね、もうみんなもう隙を見たら殺される俺と同級生の隣の道場の女たちはもう俺は女と来てない化け物やと思ってたよマジで本当絶対殺す前になっちゃうけど俺も剣道モンスターでも小学校の頃なんかもう全然なんなら俺の方が女かある確かに神がへんしなんかそんな感じじゃなかったああなるほどまあ、僕こう見えて女に間違えられたこともあるんですけど小学校の時ですけどなるほどなんで女やねん紺色着とんって言われた悪い方やねんと思って男だよ男だよえーって懐かしいなナンパされてたんかな俺まさかやけどそういうことじゃあ知らんやったやっけ全くあなるほど、まあ、どこの道場やったのなんか大会の時に言われた当時可愛かったんだよ俺ビジュアル系ビジュアル系ビジュアル系うんここ怖え怖えな今のところやべえから俺ここのカーブ怖えなんかこういう固形みたいないやここちょっと葉っぱが下りエンブレマンテラ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 今日はこういう天気だから安全な舗装路行こうと言ってだからチャルメラ音流れよえチャルメラ流れてねいや聞こえんあなんか、まあ、モスキート音かああそういうことチャルメラの音みたいに聞こえたこんなとこにラーメン屋絶対怪しいやんやる場所変えた方がいいですよって言いたくてタヌキがやるよタヌキがさあ、バカされてるそうそうあったらちょっと食ってみてえないや確かに逆に行き逆にこういうところにあったらこういうところでやってる値段次第やけどいやもう本当隠れ家的っていうか知る人ぞ知るとこやどうするなんか楽しみよって、いいよってなんかここら辺の地元民の人にトラック取り掛かってさ、お前ら何やってるんだとか言ってさ、俺らのエアーでさ、えぇーとか言って。なんか泥水が入ってる。そうそうそう。親父ラーメン最高だぜとか言ってさ、最悪の気分。壊れてる、こいつら。また出たかあれやろ、GoPro 越しには普通に何もないとこで、騒ぎて、もう恐怖映像。このラーメンめっちゃうめえな、ラーメンとはって。いいじゃん、このチャーシューも最高ですよって。マジか、あったあれやろ、麺うめえって耳つくやろ。もう何え今日はそういう日だ。安全に走る日。あそこなんかちょっと怖そうやなんか鬱蒼としてるからなんならここも鬱蒼としてるああそうまあとりあえずあの道はあったってことですけどああなるほど今度ねそう晴れた日晴れた日いやホントバイクおらんな普段でもさ本当合わないよね俺合わんねすれ違うこともないみんなどこ行きようやろオフィシャ結構おるやんかおるよそう言うて、うん、あの本当さあのでかい道あるじゃん、はいはい、あそこ結構見るやん、うん、絶対こういうとこ見らんそうだ、ね、ああ
うん、多忙だもん。トイレあるトイレ。トイレ。あちらもだ。愛の歌だからか踊りてる戦士たち。もういいやろ。だいぶ降りてきた。ここ怖そうやな。外装なんか一切ない。滑ってこけそうだ。滑って転げてワン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 。ああ、ちょっとゴーグルマジで汚れてたもんね。まあ雨自体はもうやんだから。とりあえず。ああ。窓機一本だけなんか取り残された。怖えけやめて。で左に。一回どっかで止まりましょうよ。そうやな。休憩しなきゃいけないってことじゃん。東部の妹です。急ピッチでマリン出し上げてきた。もう名前に恥じるように。そうそうそう。ちょっとして右に入る。どこに行く？こっちに行ってまたさっきみたいな山道っぽい。じゃあ雨降っちゃう。無理。だめ。ゴーグルだよ。お前どんどん見ようじゃねえ。髪の位置変えてんよ。ああ、そうです。どっかで止まりたい。最終的なところ。それを探すのが君の仕事だろ。確かに。まあ確かに。全然グリップイーター役立ってねえやけど。スイッチをこれ。スキルもそれ忘れてた。鍵やろ。やっぱどうか麻痺しちゃうんだよな。最近なんかなんか右手の中指のセンターがなんか麻痺しちゃう。中指のセンター？ずっと痺れてる。もうなんかここ1ヶ月ぐらいなんかずっと痺れてる。なんか変なことしたんやろ。いやーなんかあもうこういうもんなんこういうもんなんだろうね。自分の体をもうこうなっていくかみたいな。これを左か。うわ歴史感じるな。歴史を感じたかい。水が何だあの分かった。バス停ない。なんか行かれた名字が良かったな。どんだけ三文字四文字系。富士平等院。別名名前でギャグで報道とかつけるバカ俺やろ。あこれか。これや。またこんなとこ行く。そうそうそう。戻れ。結構な高い。いやじゃ。ポケット的なとこねえかな。いやそうね。ちょっとね、あの離合できる的なとこ。ああ。その場所があると思う。あなんかふれあい広場みたいな。ああ。ああいいところ。あっこ確か休憩には。結構景色もいいじゃん。ああそう。うん。うわやば。見て。え？おお。火切り倒す。どんどん狭くなるよ。ポケットって何みたいな感じ。どうせそんなすれ違わないでしょみたいな。ガードレールあるの？車通るやん。ああそうやね。ミラーボールがあるな。ミラーボールじゃない。ミラー。ミラーボール。ミラーボールはね。こんなところで。ぐるぐる回るよ。桜吹雪みたいな。あなたなしでは生きてゆけろ。こいつはこっちか。
ここへ怖い、なるべく放送が見えドアザレッチュー、ドアザレッチュー、ゴー。もう晴れた時なら面白そうです。晴れた時は登りめっちゃ面白い。下りはちょっとダリだけど気になる、昨日よりもずっと。何やったっけ。これママレード。ああ、ね、ママレード。ねえ、神様、時間を止めて、教科書、制服、まだ髪、変わらない。またあの人がね。ダクトがもしママレードボーイを見に来たら。甘くて苦いママレだけど気になる。ちょっと喉悪い。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。